砂山博氏は、日本の総理府、総務官僚。1970年3月14日、群馬県生まれ。1992年、早稲田大学法学部卒業後、総理府へ入府。1999年7月、総務庁行政観察局副観察官兼、企画調整課2001年1月、総務省行政評価局評価監視調査官。 2002年7月、行政評価局総務課長補佐。2003年7月、財務省主計局調査課長補佐。2004年7月、主計局主計官補佐。2005年8月、総務省行政評価局総括評価監視官。2007年7月、大臣官房秘書課長補佐。2008年7月、人事、恩急局総務課企画官。 2009年9月、戦国よし行政、刷新担当大臣、菅直人国家戦略担当大臣秘書官取扱い。2011年9月、総務省行政評価局評価監視官。2012年7月、在住ネーブ国際機関日本政府代表部参事官。2015年8月、内閣官房内閣人事局参事官兼総務省、行政管理局管理官、内閣府。 総務省、金融庁、財務省、予算、決算。2018年7月20日、総務省行政評価局政策評価課長。ありがとうございます。